おはようございます。危ない危ない。喉のためにマフラーしてマスクして寝てました。場所一緒。後であれしなきゃ。はよう。でもね、治ってきた。天使の絵の具さん、村勝オンリーユーさん、リーリーマサさん、バンジャラモンスターさん、デブニオンさん、クッシーさん、ありがとう。おはよう。フラの巻き方っていろいろ、うん、なんか首だけ成人になる。おはようございます。お仕事戻ります。いってらっしゃい。頑張ってください。おはよう。おしゃれな巻き方わからん。はよ。こんな状態でエアコンつけたらさらに悪くなっちゃう。道のが道らしい。ママでさん、ありがとう。そりゃね、ほぼ元の状態ですから。はいよ、変えとこ。
防犯ブザー鳴ってます外で。小学生の音がする。はいよ。ピンと続いてリハーサル掛け持ちで大変だけど怪我や病気には気をつけて大丈夫だよ。ありがとう。おはよう。いやでもあれすぐ消えたから、あのシュッてなっちゃっただけのやつっぽかった。今日誕生日です。お待って、ゴン主さんお誕生日おめでとう。よっよいしょ、ゴンさんおめでとう。いえいえ、おめでとうございます。ゴン主、ゴン主ふにゃさん、きょんしーさん、石けんましんさん、しんさん、ようかのさん、ありがとう。おはよう。おめでとうございます。おはよう。寝るときにつける用のやつというか、寝るときにつけようと思ったから、外に全然つけに行ってないマフラーを選びました。うん、フラミチナイストゥー。生誕祭キーホルダー買いました。お、皆さんぜひ。髪伸びた。ありがとうございます。メッセージ悩んでる。うん、確かにマフラーの柄の個性が強い。え、強くない、そんなに強いのかな。黄身大福にクリームチーズ味が出てた。美味しそう。あれもまだ食べてない、あのなんだっけ、ホワイトチョコのやつ出す。ダメなきゃ。で見つからないんですよ。見たことないまだ。はいよ。長いマフラーを一緒に巻いてください。巻けるのかな。はいよ。なんだろう、なんだっけ、すって。キーホルダーのメッセージは心を込めて考えて
ありがとう。白いダースをファミマにある。あ、そうなの。スヌード、あ、そうだ。え、自分はさ、あれがしたかったんよ。なんだっけ、あのネックウォーマー、ネックウォーマー持ってたのになくなった。どっか行っちゃったから。今日は久しぶりに足のマッサージをしようと思います。そう、ネックウォーマーしたかったよね、本当はね。そうそう、今日も一日一緒に頑張ろうね。ファイトラブでエリエリを頑張りましょう。レベニアさん、ゆういちろうさん、ありがとう。おはよう。9日か。寒くない。マフラーを手編みしたことないです。なんか一回っていうか、こんぐらいだけある。っていうか、なんかあの手でこうやって編むのにハマってて、めっちゃちっちゃい時ですけど。そうそう、ザワゴリゾーなんかありますよね、そんな。あい、なんかお菓子。平一郎さん、ありがとう。はよ、おやすみーちゃん、おやすみなさい。そのサイズの編み物の用途、しかもちっちゃい時だから、もうもっとちっちゃい。そう、レブニアさん、ありがとう。みちょ、おはよう、かわいいね、おやすみ展開早い、おやすみなさい。うーん、こもちんさん、ありがとう。針でついてぬいぐるみ作るのやってみたい。尿毛フェルトでしょ。自分もやりたくてさ、昔やってたんですよ。コモチンさん、ニノさん、ありがとう。受験さ、そのセットどっかにあるかなと思ってさ、親に聞いたけど、親もどこにある行ったかわからんって言ってた。そうね、私も羊毛フェルトしたくて、モルカー作りたい。おはよう。ね、なんであんなうまくいくんやろ。 YouTube とかでさ見るんですけど、作ってる方の動画、もうなんか難なくその形になってるけど、昔難しかった記憶があるんよね。羊毛フェルト難しすぎね。やっぱすごいよね、極めてる人って。みんな意外とやったことあるんですね、羊毛フェルトキットとかないのかな。はよ、そうなのよ。
モルカー全部見ました。9話ぐらいまで。なんか一番最初ら辺の方が人間の闇って感じだった。最近はそんなことなかった。初見です、みちさん大好き、ありがとうございます。はよ、先の器用さには自信あり。うん、なかなかね、モルカー作りたくなるね。コンビニ駐車場からおはよう。なんかあのうちの三姉妹っていうあの漫画が私が小さい時に流行って、覚えてますか？知ってます？9話なら今から見てもすぐ追いつける。うん、1個2分半ぐらいだからね。そうそう、風数値知ってますか？懐かしいね。そのさ、そのあの原作者の方、お母さんの方があの YouTube されてて、そうそうそう、フリッツさん羊毛フェルトを見よったらなんか出てきて、で、え、この方なのってなりました。デブニアさんありがとう。羊毛フェルトもうまかった。絵もあんなに、うん、お上手なのに、さすがすごいなって思った。うちの三姉妹懐かしいですよね。今現在の話、うん、初めてさ声とか聞いたから、そう、羊毛じゃないフェルトもあるんかね。羊毛じゃないフェルトというかあのあれなんじゃないですか、モコモコしてる状態だから羊毛フェルトっていうんじゃないんですか、わからんけど。もう元のフェルトはさ、チクチクされた跡みたいな平べったい感じのさやつをフェルトっていうんじゃないね。うん、いってらっしゃい、はいよ。チクチクしたいんですよね。はよ、そういうの見るの好きなんですよ。さっき上島の風さんありがとう。はよ、アートのハートをチクチクしてる。チクチク。ゆういちろうさんありがとう。人にチクチク。アメリカの日清食品リブート申し込みました。ありがとうございます。頑張ります。ミサンが上手だったよね。そうですね。ミサンが上手だった。私。エムケンさんありがとう。そうなのね。方式が方程式、なんか過程が分かればもうあれなんですけどね、すぐできる。意外と楽しかった。
応援。レブニアさん、ありがとう。おはよう。フェルトは化学繊維、羊毛フェルトは羊の毛ですって。おはよう。おはようございます。ここ大丈夫かな、ね、おはようございます。調べてみよう。これ終わったらチクチク。それじゃお仕事って感じだ。大事に。ありがとう。ヘブニアさん、ありがとう。羊毛フェルトって作るより買った方が楽。どういうこと？今日は21日の公演の登録発表で。ここの？ここのですか？手を傷つけないように革の手袋を使ってやるといいよ。勝ちぜ。革の手袋、ちゃんと保護されてるやつ持ってないよ。持ってるか。冬用。持ってないわ。全体かは。マシュマロいっぱいあげたい。なんで？昨日のコックはキャワキャワ？行った？公園。やっほー。羊毛フェルトでなんでしょう、メール。確かに。うん、じゃあ取り込むよ。知ってる知ってる。ああ3月21日のがってこと。夜のはで取るけど、その昼のチャートリーがってこと。当落は4日か。マシュマロいっぱいあげたい。喉にいいって聞いたので。ああ、私よくマシュマロ食べてます。公演前喉にいいって言うから。おはよう。確かにな。当落は必要。公園の僕来い。何の話？チャートリーは公園よって。おはよう。ナイス。トゥー。細かい作業得意なのかい？意外とやろうと思えばって感じ。仕事行ってきます。最初ありがとう。いってらっしゃい。ありがとう。ゆういちろうさん、ありがとうございます。昨日の公園のチャートリー公園行ったって話だった。あ、そういうことね。知ってるよ、チャートリー公園だったのは。うん、白いパズル作り見始めたのは見守ったけど、完成見逃した。そこに飾ってます。ナイ
Listo.昨日みたいな内容他のユニットもやったら楽しそう。まあね、確かにそうだけど、やっぱユニットの色をさ、もうちょっと出したいからさ。スクラッチアートって何ですか？お仕事行ってきます。エレリオ、行ってらっしゃい。ファイツ。ではね、チャットリのそのインスタやってるとかおしゃれな感じが出ててよかった。おはよう。ナイスだよ。公演は当たらないし、会えるチャンスがない。わからないじゃないですか。当たるかもしれない、いつか。今私ゾーンに入ってるなって感じた体験。ゾーン。最終公開を見に行きたいの。自分最近ね、思いついたことがあって、なんかメロディーを作るんですよ。例えばお風呂が沸きましたのメロディーとか、てんててててんててててんてんててててんてててんてんててててんっていうさ、やつあるじゃん。あれをその2回ぐらい、その今日のお題としてなんか出すんですよ、公演中で。あのいきなりそれに歌詞をつけてみようみたいな。もうお題は何でもいいのか、決めるのかとかは全然決めてないけど、みんなどんな歌詞を作るんだろうと思って。なんか作詞作曲っていうかさ、をさ、作詞ってさ、その人の人となりみたいなの出るやん。そっちけん、みんなはどんなこと考えるんかというか、なんだろう。なんか、なんだろう。でも難しいよね。そんな短く。起承転結もつけれんし、じゃけん、あのこの公演までに考えてきてねでもいい気もするけど、なんか突発的な方が面白いことになるのかなって思ったけど、難しい。いやだ、こんなん言うんじゃなかった。言ってなかった方がさ、ファーストインプレッションで MC でワクワクしてもらったかもしれないのに。まあでも、まあでもですね。
音楽の権利とかあるし、きっと流してもいいのか、うん、楽曲はさ多分さあんまり歌詞とか変えて歌ったりしたら公演とか良くないからさ、そのメロディーも誰かが作らんといけんって思うから難しそうやけど、もしかしたらそんな企画がいつかやるかもしれないですね、私が言ったら。厳しいもんね。ん？それでは願状を読んでいきたいと思います。13位なっちゃんさん、12位ゆきさん、11位おふさん、10位瀬戸内のミニマロンさん、9位きみさん、8位ゆうさん、7位ゾニズミさん、6位エムケンさん、5位アモズさん、4位ダダダダムドさん、3位ママルンさん、2位キョンシーさん、そして1位はドゥルルルルルンジャン、すごいゆうすけさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルンチちゃん、どんぐりさん、どんぐりゴロゴロ、当たることを願ってください。もちろん。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイトある方、ある方はしないか、頑張っていきましょう。今日も一日バイトロブ、せーの、エリエリ、あー喉を大事に、ありがとう。ではまたね、バイバーイ、いってらっしゃい、行ってきます。